きなりですが、今年もやります、ズッシーの音楽教室と島村楽器さんのコラボ企画。はい、ということでね、去年ね、島村楽器さんの店頭でズッシーの魔法の伴奏を体験できますよっていうのをやったんですけども、なんと今年もコラボすることになりました。どんな内容かというと、はい、こちら、誰でも簡単に楽器の演奏を弾けるプロジェクト。この動画を見てくださってる皆さんの中にも、ピアノやったことないんだけどやってみたいなとか、でも子供の頃から練習してないとどうせ弾けるようにはなんないんでしょとか、始めても最初はなんか基礎練習みたいなのをずっとやらなきゃいけないんでしょなんて思ってなかなか踏み出せずにいるという方結構多いんじゃないでしょうか。そんな方にぜひトライしてみてほしいのがこの弾けるプロジェクトです。なんとズッシーのアレンジした楽譜を島村楽器さんでもらうことができる、そんな企画です。方法は簡単です。まずは島村楽器さんの店舗に足を運びましょう。そこでズッシーの楽譜欲しいんですけどと店員さんに声をかけていただければ OK です。もらえる楽譜はレベルごとに難易度を変えてアレンジしています。最初は初めてピアノに触る方でも取り組めるものから、だんだんと音を増やしてコードを弾いたり、おしゃれな響きのアレンジまで少しずつレベルアップしていける、そういったものになっています。自分に合わせたレベルからチャレンジしてみましょう。模範演奏はこのように島村楽器さんのチャンネルにアップロードされていますので、目で見て確認しながら弾くこともできます。第1回の曲は Amazing Grace です。いい曲ですよね。今後も様々な曲のアレンジを届けする予定です。どうぞお楽しみに。はい、といった感じの企画になっています。どうでしょうか。詳しくは動画説明欄の島村楽器さんのホームページにイベントの詳細が詳しく書かれていますので確認してみてください。ピアノを一から始めてみたい方、昔やっていたけど挫折してしまった方、難しくて途中でやめてしまったという方、ぜひそういう方々にこの弾けるプロジェクトでまずはピアノを楽しむということを大事にしながら、ぜひチャレンジしてみてほしいです。